まだ点取れてないので、まあ、そこはやっぱり監督も求めていることだと思いますし、まあ、なんとか早く取れるように、まあ、自分は頑張りたいと思います、まあ、チームのために何か自分にできることを全うするっていうのもずっとやってきたことですし、まあ、ゴール取りたいのは気持ちはまあ強いので、まあ、なんとか取れるようにプラスやっぱりチームとして求められていることだったり、まあ、そこは自分自身忘れないように、まあ、次の試合もアビスパのために戦えたらなと思います。いやもう最高でしたね。もう本当にこの雰囲気で毎試合したいですし、まあ、もっともっと多いあの方に 見に来てもらって、まあ、少しでも、まあ、もう一回見に行きたいなと思ってもらえるように自分たちはプレーしていかないといけないなと思います。次は絶対決めます。